ご紹介いただきました柴柴田田子事務所の柴田と申します今日はあの私のプロジェクトのご紹介を中心に1時間半お話をさせていただいて日本にこういう職業があるのかとか私のコンセプトの作り方っていうのはこういう風なのかとかってあの少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しく思いますブランドというのは商品にもブランドがつきますし えー、人にもブランドをつけることができますし会社もブランドヒューボンブランドといったようなブランド価値を作ることができると思っていますあのお客さんが見る人にとってファンになるような愛される価値があるものをブランドといい私はそれを戦略的にそれから、えー、戦略的にブランドを作ることを仕事にしています、えー、っとこのことを具体的なあの事例私の、えー、仕事を通じてえー 聞いていいいてたただきたいと思います、えっと、このビフォーにありますように何の殺風景な空間を、えー、行って楽しく少しお茶を飲んだりとか本を読めるようにしたりとか、えー、マッサージチェアを置いたりして、えー、時間を過ごせる空間にしましたこのセンコンセプトがあのヒットしたものですから、えー、5000件ぐらいの除毛を私がこのようにモデルチェンジをさせていただきました、えー、次の事例ですが平田牧場と言います 東京のある場所で、トン七という可愛くて安い、えー、ちょっとだけ私から見るとふざけたような店をやったけれども、全然うまくいかなくて赤字だというふうにおっしゃいました、こんなにおいしい、一生懸命皆さんで作ったいい豚を、こんなふざけた店ではだめですよというふうにあの私は言いました、えー、っと社長の家の家紋を使ってロゴにして、えー、文字もひあのクオリティの高い筆の文字でロゴを作りました。 お店の場所も日本橋というビジネスマングルメのビジネスマンが多い場所を私が決めてきて内装もしっかりとしたシックな和のスタイルにしましたこれを作ってから10年近くになりますけれども今でも行列ができるような繁盛店です次はコンビニの話です日本ではとても競争の激しい業界であるんですけれどもその当時誰もがプライベートブランドのスイーツ にえっと当時のプライベートブランドがこのような地味なプライベートブランドだったんですけれども私が「ウチカフェスイーツ」という新しい名前を付けてパッケージを女性好みの洗練されたものにして売り場も商品も改革をお手伝いしました狙い通り女性のお客様が増えて夜の人口も増え4位だったあの ローソンのスイーツ部門は 1, 年1位になりました次の事例は先ほどご紹介のあった光江です商業施設というのはたくさんあるけれども渋谷でナンバーワンの商業施設になるためにはレストランフロアが重要であるというふうに彼らはおっしゃいました ドレスアップしたおしゃれをしたお客様だったりとかかっこいい大人のビジネスマンが利用していただくわけですから空間はシンプルに品の高いものにしました逆に7階のレストランは若い人たちだったりとか近隣のオフィスワーカーに気軽に使っていただきたくてとりあえずあそこのフロアに集まろうよというようなレストランの1個のお店というのではなくフロア自体が有名になるような作り方をしました どういうお客様になんて思ってほしいかというコンセプトをまず作ってそのコンセプトのためにはどういう環境が正しくてどういうテナントのラインナップが正しくてというふうな順番でいつもものを作っています次に今回呼んでいただいた商業施設ログロードとグランツーリーについて少し詳しくお話をしたいと思います日本で最も大きい企業の中の一つセブンアイ・ホールディングという会社からの依頼でした これはあの伊ヨ洋華堂のえ社長であり、セブンダイアイのナンバースリーの亀井さんという方なんですけれども、どんなえ武蔵小杉の暮らしって最高というえコンセプトを作って、全体のコンセプトを各フロアの4階のコンセプトに落としました。各フロア、誰にどう使ってほしいかというフロアコンセプトを決めて、実際に本当にお客様が、 笑顔で通ってくださるような屋上公園を作りたいと思ってテーマを決めこういう一つ一つの遊具のデザインもすべて芝ジムでうちの事務所でやらせてもらいましたこのフードコートのフロア4階にあるスマイルスクエアも目玉の企画の一つですスクリーンに向かって子どもたちがゲームをできたりとかテナントさんによるイベントが毎週の毎日のように行われています その他、お友達ができる授乳室だったりとか、えー、トイレやキッズルームにも力を入れました。大きなスーパーがありながら、話題のセレクトショップもあるというような、面白いテナントミックスが話題を呼んで、えー、すごくいい成績を収めました。これは最初に作ったコンセプトブックで、このコンセプトブック、こういう商業施設を作りたいからというコンセプトブックを、 えー、いろいろなテナントさんに営業をかけて、それに参加してくださ、それに共感していいねと思って参加してくださる人が入ってくださいました。すいません、やっとログロードの話が最後になります。えー、東急電鉄というディベロッパーで線路があった場所、線路電車が地下に潜ったので。 それままで線路だったた場所が空きましたその場所を有効活用したい、街の人に喜んでもらう施設を作りたいというのが私へのオーダーでした。何十年という長い時間にわたって、電車が走る音だったりとか、 電車の線路があることによって、こちらとこちらの行き来ができなかったりということが、迷惑だったというふうに、ディベロッパーが思っていて、その我慢してもらった住民の人に憩いの空間、楽しい場所を提供したいというふうなことを言われました。 大観山という街はいい街ですけれども、公園だったりとか、のんびり散歩をするような場所、子供が、えー、集える、子供とお母さんが散歩するような、えー、場所がなかったので、そのことに私は注目をしました、えー。公園のような空気の中で、食べる、買う、過ごす、都会にありながら、えー、緑あふれる気持ちの良い空間というのをコンセプトにしました。 山の中のようなログハウスではなくて都会にあるようなログハウスを作りたいと思い私の好きな建築家の大堀さんに建築を依頼しました素敵な散策路を作りたかったので私が仲良くしている日本で今一番注目を浴びている斉藤くんというランドスケープデザイナーにランドスケープのデザインをお願いしました コンセプトがあるからこそ、それに見合ったクリエイターは誰かということで、いつもデザイナーを変えています。こういう木にもカシスとか、なんとかあの、ラフランスとかいうふうに紹介をつけて、来て楽しいような空間にしました。施設ができる2年前にこの計画書を出したんですけれども、その時に提案したロゴはこういうロゴでしたけれども、やっぱりそ,のそこが、電車が走ってた場所というのが、 何か残ったた方がいいといととうここで、えー、正式ななロゴはこちらになりましたテナントにはクラフトビールがその場で作って飲めるクラフトビールのレストランを誘致したりですとかロサンゼルスで古くから一番の人気を博しているフレットシーカルというセレクトショップを日本で初めて上陸させたりですとか。 サンフランシスコで一番有名なおいしいパン屋さんで勉強したベーカーが展開するガーデンハウスクラフトというベーカリーレストランを誘致したりとか毎日の生活の中でお客様に喜んで利用してもらえるようなさらには都会的な刺激があるようなテナントさんを誘致しました一つの商業施設を成功させるというあの シンプルなミッションなんですけれどもそこにはお金の管理からスケジュールの管理住民の方の説得だったり社内の調整など見えない努力もたくさん必要です紹介させていただいた多くのプロジェクトが期待どおりの成功を収めることができて良かったと思っています 最後になりますけれども、芝ムでは、まあ、あの企画するだけということでは、実際やってる人たちの大変さが分からないということで、自分たちでカフェをやったりもしています。えっと、3会社が10年経ったときに、クライアントのためのものづくりではなくて、自分の好き嫌いでやるものづくりがしたいなと思って、洋服のブランドも立ち上げました。あのボーダーというしましまをテーマにした、えっと、洋服のブランドです。 まあ私のように子育てをしながら幼稚園のお迎えに行きながら仕事もして夜にはパーティーも出て会食もあってという女性に喜んでもらえるようなお洋服を作っています半年に1回展示会を開いてバイヤーさんに来てもらって買ってもらうんですけれどもこれも大やってみて大変だということで今頑張ってます あのおかげさまで百貨店だったりとかセレクトショップに入れていただいてるんですけれどもあの台湾のセレクトショップにもぜひお願いしたいと思っていますえ駆け足になりましたが以上であの今日のお話を終わらせていただきます皆さんのお役に立てたら嬉しいのとあと今年はあの一つえと海外の仕事もやってみたいなと思っているので何かお仕事あればぜひお願いします谢谢 给我们带来的这些分享哦，那接下来就会进行一个对话时间，以及我拿到了非常多大家来自于大家的这些提问单，那我会把它做一个整合来一起来作为提问。えっと、クさんの仕事は、欸、必ずさんごとに。欸 ミッションがあの違ってきますクライアントさんの性格だったりとか今まで作ってきたものそれから社内の文化に似合うものを提案するようにしています私が作ってもそれを育てていくのはクライアントさんなのでクライアントさんがそれを気に入ったりとかクライアントさんに似合うということが大事だと思っているからです一方あのお洋服の仕事のような私自身の事業ですと私の好き嫌いだけであの 多くのことができます思いっきりものづくりを楽しめるというあのことはありますけれども誰かの期待に応えて褒めてもらうということは少ないです、えー、自分のものづくりを楽しみたいのかクライアントさんの期待に応えることが嬉しいのかっていうのを天秤にかけた時に私は人にクライアントさんに喜んでもらうことが好きだということに気づきました。 えっと、必ずどうしたら喜私、えっと柴ジムのミッションは何かということを、えー、が決まらなければ仕事をスタートするのが嫌なんですクライアントさんがこれがあなたに対しての期待だというふうなことを教えてくれない場合は私は A パターン B パターン C パターンとあの自分でパターンを作ってこうすればいいのかこうすればいいのかはたまたこうすればいいのかということを最初にクライアントさんに確認をします。 一番大事なところだとこだ思ってます小さな会社ではあるけれども世の中に大きなインパクトを残すようなプロジェクトを手掛ける会社を作りたいというふうに思いましたコンセプトは道ロゴのコンセプトは「道の真ん中を歩く」というコンセプトがあるんですけれども日の当たる道の真ん中を堂々と 歩いていてくような会社でありたいと思ってますただの流行りものを作るというのではなくて本当に人に喜ばれるものを人を幸せにするようなものを成功法の正しいやり方で作っていきたいというふうに思ってます情熱を持って自分のやりたいこととそれがお客様のに喜んでいただけることだということを 説得するとクリエイターの人たちはそれにはこういう方法がいいんじゃないかというふうにあの意見を出してくれます結果クリエイターの人たちもあと喜んででももらえる機会も多いですあとこのプロジェクトだったらこの人は喜んでくれるよなというふうにあらかじめそのプロジェクトが好きそうな人を私が選ぶっていうのも あのトラブルにならない大きなあのことだと思いますよく聞かれるんですけれども、まあ、自分の感だったりセンスも大事ですがいいものを見てなぜそれがいいとされるのかっていうのをこう分解して考えることをよくしています。 いいと言われるものは全て見るようにしてそれが自分がいいと思わなかった時に、えー、そのどうしていいと思わなかったかということを納得がいくままで分析をしますだから男性だろうが女性だろうが自分がセンスを認めた人自分がいいセンスを持ってるなと尊敬する人が。 今天也非常宝贵的机会，可以让请财田洋子小姐来这边分享。也相信大家有很多的启发跟收获，所以我们最后再用最热烈的掌声来谢谢今天财田小姐给我们带来的分享。